2006年当時の写真デビッド・フォスター・ウォーレスは、アメリカ・ニューヨーク州イサカ出身の作家、デイビッド・フォスター・ウォーレスとも表記される。ウィリアム・ティー・ボルマンと並んで、ピンチョン以降のポストモダン文学の機種の一人と、呼ばれた。大学では、論理学を学んでいたが文学に目覚める。24歳で、ビトゲンシュタインの放棄で、作家デビュー、特に大作インフィニットジェストによって知られる。 亡くなるまで大学の創作コースで教えていた。死因は自殺とされる。カリフォルニア州、クレアモントの自宅で首を吊っているところを妻に発見された。小説を読んでいるとカチッという音がすることがある。マヌエル・プイグのカチッはまるでガイガー系数機みたいだという発言も残されている。これは水ですというケニオン大学でのスピーチは2010年代無視で、 学会者スピーチのベストワンに選ばれた。ローリングストーン氏の記者が彼に同行した旅を題材にした映画人生はローリングストーンが制作され、日本でも DVD が発売された。ジェシー・アイゼンバーグやジョーン・キューザックが出演した。ありがとうございます。